準備はいい？いくわよ。せーの。レイレイ、誕生日おめでとう。ありがとうございます。それじゃあ早速、はいこれ、私たちからの誕生日プレゼント。選ぶのにすっごく苦労したんだから、ありがたく受け取りなさいよね。喜んでもらえるといいんだけど。わあ、開けてもいいですか？もちろん、開けて開けて。では失礼します。これはかんざしですね。つまみ細工のお花がとっても素敵です。レイはお茶会とかもよくやってるでしょ。髪をまとめたりするのに便利かなと思ってさ。地味すぎず派手すぎない、かつちょっと大人っぽいデザインがポイントよ。ありがとうございます。早速次のお茶会の時に使わせていただきますね。あら、そこの方にまだ何か入っていますね。これはアクリルチャームのキーホルダー。え、それかんざしにつけようってみんなで作ったチャームじゃない。お茶会では外れそうな飾りがついたかんざしは NG らしいし、今回はやめておこうって話してたのに。どうしても諦められなくってキーホルダーにして入れちゃった。ちなみにみんなの分もあるよ。ほら、え、いつの間に量産まで。しかも結構出来がいいわね。やるじゃないリンク。本当よかった。このチャームすっごく可愛くできたでしょ。だからみんなでお揃いで持てたらいいなと思って頑張っちゃった。みんなでお揃い、あ、さすがに高校生にもなってお揃いとかちょっと恥ずかしいかな。そんなことありません。私とても嬉しいです。かんざしとチャーム、どちらも大切に使いますね。私もこれから毎日一緒に寝るんだ。私はパソコンの横に飾ろうかしら。絵で行き詰まった時に見れば元気もらえそうだし。いいねそれ。私はどうしようかな。やっぱり玄関、それともカバンの方が、私はどうしましょう。なんだかワクワクしてしまいますね。悩む時間まで楽しくて仕方がない。皆さんには本当に素敵な贈り物をいただいてしまいました。皆さん本当にありがとうございます。